グローバルダイバーシティ研究者育成事業についてお話をさせていただきます。本事業の目標です。3つございます。1、女性研究者の新規採用比率の向上で 35% を目指します。差別に関しては全ては差別する方が悪いです。女性の不利な立場などとかいろいろ直すためにはやっぱりまずは男性は変わらないとダメなんですよ。いろんなものを広く受け入れることができる、それは寛容、それを支えるために大切なことはこれは好奇心なんですね。聞き上手になってほしいですよ。